ですえ今日はえ神 VS 神の解説をやっていこうかなと思います。じゃあ早速見ていきましょう。いや、このね、その、感染ね、感賞からね、この解説するのはめちゃくちゃに久しぶりなんですがね、やっていきましょう。俺右側です。 さまずはこのパーフェクトクリア、パフェ済みを組んでて、しっかりとジェイミノでパーフェ取れる。それに対してワンコロさんはこれは左側の緑ハッカーですね。緑ハッカに対してさらにもう一回立て続けにこのね、パーフェクトクリアからパーフェクトクリア、しっかりと2連パーフェクトクリアを取っててで、これで緑でハッカからの2連鎖ダブルを含む3連鎖ですね。 そして俺、ね、俺に2ライン分競り上がっていくんですが、まあ、これはビビたるようなんで、全然受け切ることに成功している状態。さあ、立て続けに2連鎖ダブルからの3連鎖ダブルと。いや,やっぱりね、この同時消しをね、対応してるのうまいっすよね。このね、ぷよぷよ対テトレスの、あのーまあ、試合っていうのは、基本的にその同時消しがめちゃくちゃ強いんで、まあ、それやっぱこう、対応してますね。これもしっかり3連鎖ダブルで同時消しと。さあ、それをしっかりとちょっと、えー、遅れて総裁しましたね。 まあこれやっぱりね、あのー、あえてちょっと遅らせて相殺することによって、まあ、結構ね、あの、ぷよぷよ側の攻撃を耐えやすいというメリットがあるんで、ね、まあ、しっかりとそれを駆使しつつ、テトリスからのテトリスを打ちたかったが、ちょっとアイミの一個右側に折ずれてしまったのは痛いところだがしかし、えー、しっかり立て直してって、えー、テトリスかな、テトリス打っていくのに対し、T スピンダブルも、えー、立てきに打きていくとあ。結構だいぶ、 埋めてるるよううには見えるかどうかこれは、おおっと引いていく。これすごいな。今のね、もう緑ゾロを引きに行きましたね、完全にね。ネクストまでも即座に見て、も緑ゾロでしかちょっと打てないような形だったんですけども、しっかりもう強引に引いていき、なんとか耐えている。さあ、これでかいっすね、これ。赤くのハッカーからのこの2連鎖トリプル。お値段,お値段以上、にトリですね、これね。2連鎖トリプル略してにトリ。 だがしかしまだなんとかギリギリ耐えているこれ危ない危ないしかもねこれ12万点到達してるんでもうこれマージンタイム突入してるんで結構まずい状態ではあるんですがこれもなんとか同時期をギリギリ耐えている状態 T スピンシングルからのテトリスボリでワンコロさんはこれは2連差でしっかりもうマージンタイム入ってるんでねこれ2連差で帰ってくるんですよね さあその間にリソースを貯めてからの紫悪化でこれもえ2連鎖3連鎖までとしっかり俺は受けてからのティースピンダブルそしてテトリスまで打っていきなんとか掘りに徹してるがこの5連鎖のダブルがでかい。 ししかしもう強気にここはねもう勝負にかかってますねこれ強気に全部お邪魔を受けてからもう相手に攻撃を送っているともうここまでねマージャン入ってしまうとねもうこういう風に強気に強気にプレイしていかないとどん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 自利品になるだけなんでしっかりと受け切るとこは受け切ってまあなんとかワンチャン取りに行く立ち回にしますねさあなんとかこっちも1ライン消しから火力が遅れる対戦になってるんでそれを利用していきしかしこれどうだ紫で5連結で発火してるけど 青空の置く場所がないか。もうね、かなりこれマージン入ってもう20万点なんで、もう単発で相当総裁が回るぐらいだったね。結構、てかもう相当危なかったですね。もう勝てたのが正直奇跡レベルで、今の試合はやばかった。20万点っていうと、も、ま、う、あ、大体2連鎖で、どれぐらいかなもう本当に3段以上多分返ってくるぐらいなんで。 めちゃくちゃにやめなかったですね、今のね。さあ、これは紫発火だったが、ちょっとこれは埋まってしまった。いや、今のは、うーん、まあ、ちょっとこれは運が良かったですね、正直俺があの。今のに関しては、えワンコルさんが紫発火だったので、 ちょっと真ん中に2個さえ振らなければ、えー、全然ね、あのー、まだ紫から打てて、えー、試合が続行していく形だったんですが、まあ、ちょっと運悪く、真ん中に、えー、2段振ってしまったため刺さっていくと。うん、まあこういうのはしょうがないですね、正直ね。今の、こういうやっぱりぷよぷよっていうのはね、結構どこに2段振るとか、あのー、確率の問題なんで、まあ、こればっかりはいた仕方ないと。いやでもね、正直1戦目はね、これ勝てたのマジで奇跡ですね。正直もう負け試合レベルだったんですが、なんとか、えー、立ち回 ししっっかかり一でで送って、えー、後打ちをねねつつなんとかもぎ取れた感じです、ね、いやーあー、ね、このワンコロさんとの、ね、対戦のリピーはねかなり、えー、あるんですが今日はとりあえずこんなところで終わっていこうかなと思います、えー、皆さんご視聴ありがとうございました、えー、よければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いしますではではお疲れ様でした